とっくに結論は出てるけどな。え？さっき自分でも言ってたろ、本当は彼女の不幸を望んでたって。あれはあれがお前の答えなんだよ。わざわざ男がいること確認するためにこんなところまで転校してきたわけじゃねえだろうが。あんたはただゆずきちゃんとより戻したいだけじゃろ。ほんまどこまでもめめしい男じゃねえ。いつまでもカッコつけてんじゃねえよ。そうじゃな、やっぱりより戻したいわ。俺はエヴァのことが好きじゃけ、ここまで来たんじゃ。何それ、キモいっつうの。それが惚れた方の弱みってやつだよ。うるさいうるさい、なのただのストーカーだっぺ。まあ俺らも協力してやるから奪い返そうぜ霧島。らって何よ、私そんなことに協力なんかしないから。でも奪い返すも何も、付き合っとるんは本人の意思なんじゃし。そうだよ、もう男らしく諦めなって。そんなもんどんな手使ってでもこっち振り向かせろよ。実は俺も今の彼女無理めだったけど必死で頑張ったら付き合えちゃったし。え、例えばどうやって。もう何言ってんだよ霧島。京介くん。おお、来た来た、入れよ、ゆずき。でも…ああ、こいつら学校のダチ。悪いな、お前ら。せっかくだから心配してほしくて、彼女を呼んじゃった。うわぁ、超可愛いじゃん。本当に京介の彼女？おい、どういう意味だ、こら。私、三島明日香。よろしく。